こんにちは、最近昼夜逆転してしまったリュケンです。こんばんはだよ。あ、こんばんは。この世の中に3人もいるよ観覧すでに3人、ね、あ、挨拶してなかった。招き猫です、はい、これからどうですか。何々の招き猫ですとか言ってこう前工場をつける。最近お腹の出っ張りが止まらない招き猫ですとか、なんかこう名前だけだとほらつまんないでしょ。ちょっと他のネットラジオ聞いてて、あ、こういうのもあるのかなと。そうか、ギャグのためなら身も捨てる。はい、それで言ってください、はい、なんだかわかんないけど。じゃあ改めて、いいよ。あ、そうですか、うん、じゃあ とりあえず、本日はですね、深夜0時52分ですね。いや、鼻くじついてない。大丈夫です、鼻ついてないですから、深夜にですね、生収録、ツイキャスで生収録しております、はい。こんな深夜にもですね、観覧者がですね、2人、3人も来ていただいて大変ありがたいですね。ありがとうございます。そういえば最近ニャハハカフェのツイッターのアカウント取ったんですよね。なんかさ、はい、ツイッター生まれて初めてやってみたけどわけわかんないね。うん、最初はわけわかんないと思いますけど、要は箇条書きのつぶやきの羅列ですから。さ、うちの子もさやってるからちょろいと思ってたらさ、全然やっぱわけわかんないね。そうですか。だってさ、ちょっと見ないとさ、もうダーッといっちゃってさ、で先生、今日はですね、テーマがですね、超能力についてということなんですけれども、あれ偽科学じゃないの。偽科学はまた、ただ今回ツイッターでね、偽科学についてやったらどうでしょうかっていう意見出たんですけど、まあ、今度に偽科学についてもやりたいですね。でもね、巷で蔓延してるの、巷の蔓延してるのが意味わかんないんだけど。ただね、偽科学について、今日ちょっと関連がやっぱりあるんですよ、超能力。超能力の研究も偽科学って言われてるんですよね。あ、そうなんだ。よく調べたらですね、正式には疑似科学っていうそうですね。で、疑似科学を要するに批判的に言う言葉として偽科学っていう方があるみたいですね。え、でも疑似なんだから似てるだけで違うんでしょ。まあ、完全に同じ意味ではないかもしれないですけど。なるほど。そうなんですよね。だからちょっと関連性がないわけではないという。先生どうですか、その超能力についてどう思いますか。どう思うって、使えたらいいなと思うよ。使えたらいいなと思います。実は招き猫さんが超能力者なんじゃないかっていう意見が。誰が。いろいろと誰が意見が言うの。先にメール読んでいいですか。ねえ、超能力といえばさ、私さ、いつも毎年ね、大田区の花火大会を見てたの、どうしても邪魔なビルがあって、マンションかもしれないんだけど、ゴジラ来てぶっ壊さねえかなって毎回思ってんのよ、あれも壊すの超能力でできんのかな、バーンと。いや、そりゃ相当な超能力がないとダメでしょうね。あ、そういえばさ、超能力といえば、小学校の時スプーン曲げ流行んなかった。流行りましたね。あれさ、芋を洗うようにスプーン曲げ少年が出ましたよね。給食のさ、先割れスプーンをさ、みんなして曲げちゃうもんだから先生からさ、スプーン曲げ禁止令が出たんであれはなんか同じところをちょっとずつこうやって動かしてると、だんだんそのところが柔らかくなってって、あとは振るだけで落ちるようになるみたいなのが、その種明かしたっていうのが言ってましたけどね。要するにちょっとずつこうやって動かしていくと、そこがもろくなっていって、でもうあとはこうやって振るだけで落ちるっていう。じゃあさ、この間ニュースで、だいぶ前だっけ、ニュースでやってたさ、エアロビかなんかでさ、ビル壊れちゃったって、あれ、あれとですか、ね、あれも超能力なのかな。超能力少年っていうとね、増田なんだっけ、清田正明さんとかね。知らない。スプーン曲げ少年で有名な人ですね。へー、清田、ほらエスパー清田とかって言われて。知らない知らない、詳しいね。エスパーって言ったらエスパー伊藤しか出てこないよ。エスパー伊藤しか出てこないですよね。あ、ちょっと待って、エスパーマミ、でですね、ウィキでですね、調べたんですよ、超能力とは、超能力とは通常の人間にはできないことを実現する特殊な能力のこと。そうか、オリンピックの選手とかもそうじゃん。ところが今日の科学では合理的に説明できない超自然な能力を指すための名称って言ってますね。だからオリンピックの選手はすごい特別な能力ですけども、科学では説明できるので、どうやって筋肉が発達すればこのぐらいの跳躍力ができるとかね。なんでそれが私には回ってこなかったの。
だから先生はその代わりにいろんなね、それは一人一芸というか、うん、一人一人いろんな能力があるわけですよ。うん、で、うん、例えば手を触れずに物を動かす、うん、人の心を読み取るなどということが書いてありますね。そういえばさ、うん、ずいぶん昔に友達がゴキブリをね、はい、操作できるやつがいたよ。ゴキブリを、うん、ゴキブリ使いですか？なんかわかんない。ヘリ使いみたいにゴキブリを、なんかわかんないけど、触らなくてもゴキブリが部屋から出ていけるんだって。あ、入ってこなくすりゃいいじゃんって思ったんだけど、うん、やつらはずうずうしいから入っては来ちゃうんだって。あ、でどうやったら出てくるんですか？なんか 手をかざして。いや、なんかね、うん、目力だと言ってたけど。あ、うん、確かにね、睨んだらゴキブリがそそくさっと逃げてくのを見たの。あ、それはまあ再現性が認められれば。おそらく、まあね、1回しか見てないからね、うん、でも本人は、なんかそうだって言ってたよ。そうですか、うん、まあ、それ言ったらね、超能力って結構幅広くいろんな人持ってるかもしれないですよね、うんうん、例えばお女性が服を着てる姿を見て、うん、3サイズを当てられるみたいなね。あー、いるいるいる、そうでしたね、そういうのもすごい。なんか友達にね、カップ数当てられるやついたもん。あ、カップ数当てるやつ、そうだね、うんうん、でも唯一私のは外したよ、見たくもなかったのかな、うん、でですね、うん、超能力についてお便りが結構来ていますんで、ありがとうございます。おー、すごい、読みたいと思います、うん、みんなですね、うん、ミクシーの書き込みですね、うん、ありがとうございます、カリメロさんですね。カリメロさん、ありがとうございます、うん、超能力って私たちが子供の頃に流行ってましたよね。あの頃のテレビは楽しかっただな、うん、ハワイではカフナと呼ばれる方がいて、うん、注意力や超能力を持っているそうです。いろいろ山のことも知っていて、うん、薬草などを作ってくれたりとか、うん、今でもフラを教えているハワイの先生はカフナ先生にはカフナがいらっしゃいます、うん、私には何もありませんっていうですね。これからじゃない？あ、そうですか。カリメロさん、超能力で、うんうん、ありそうですか。え、だってさ、なんかさ、うん、フラっていうのは、うん、マナの力とさ、こう同調するようにして踊るわけでしょ。ほうほうほう、うん、そのうちつくんじゃないの。ね、うん、うん、そのうちつく。すごいな、うん、で、次がですね、うん、ゆかいさんですね。お、ゆかいさん、お久しぶりです、うん、招き猫さんみたいな人もいるんだから、それ超能力あるし、超能力者はいると思いますって。なんで私なの。超能力者であること前提ですよ、ね、なんで、なんで私何した。さて、また元に戻ってわからなくなってしまいましたが、 3.11 以降しばらくは地震が来る少し前になんとなく地震が来るのが分かりました、うんうんうん、自分はこうやっていますが、うん、この気やハワイのマナも確かにあるし、自分のように気候の練習をしなくてもすごい気の人はすごい気の人はいっぱいいます、うん、映画のようなド派手な超能力者はなかなかいないと思いますが、うん、さっきのあのビルを倒すとかああいうのですよね、うん、いないと思いますが、うん、野生の本能のようなもので誰もが本来持っていて、文明が眠らせてしまった財産が超能力なんじゃないでしょうか、うん、そして多分キリストやブッダも自然と人間をつないで考えることができた超能力者だったんじゃないでしょうか、うんうん、自分はそう思っています、うん、私もなんとなくそう思う。でですね、うん、まあ、ここのメールでもですね、うん、招き猫さん超能力説が、まあ、持ち上がってるんですが、勝手に持ち上げないでよ。先生は実はの超能力者なんじゃないかっていうことで、あ、そうだ、私の体験談2回ほどお話していいですか。やだよ。以前ですね、うん、蜂蜜の瓶の蓋が開かなくて僕困ってたことがあって、うん、どんな力入れても開かないんですよ、うん、で どうしようかなって言ったら、うん、先生開けてくださいよって先生に開けてもらったんですよ。そしたら、うん、やっぱり先生もどんな力入れてもやっぱり硬くて開かないんですよ、蜂蜜が、うん、で先生がおもむろにしょうがねえな、超能力使うか、カチッってすぐに開けちゃったってこと。超能力って言った、あれは何だったんですか、うん、あのご自分で言ってましたよ。要するに僕がどんな力入れても開かなかったその瓶の蓋が、超能力、いや、しょうがねえな、超能力使うかってパチッと最初だから先生が人間の力でグーってやってもやっぱり、あ、本当硬いわね、開かないわねみたいなことやってて、あれはね、うん、あれはねちょっと違うと思うよ、超能力とは。 あのね、種明かし、た、お、なんか思い出したよ、なんか。何ですか。うん、あれはね、ええ、あのモード切り替えをして
例えばさ、なんかこう変なものを封じ込めたとかあるじゃん、結界を張っちゃって、はいはい、悪いものを封じ込めて、はいはい、で本当はさそこに封じ込めるんじゃなくて、例えば、あとなんか体の内側からなんかこう、悪い気が出てきちゃう人っているのね、もともとそういう気質を持ってる人なのよ、そういう人っていうのは、例えばそれを表現して絵で表すとか、音楽で表すとか、映画にするとか、なんかそういう小説を書くとかね、そういう風に発散すれば済むことなんだけど、大体の人が、たまに犯罪に走る人もいるけど、大体の人が済んじゃうことなの、それをなんかこう悪い気が起こるからっつって、なんかこう疲れてるんじゃないかとか言ってさ、霊能力者のとこに行って封じ込められちゃう人がいるのよ中に、なんか知んないけどね、そういう人がなんかやっぱり封じ込められると自分の中でさ発散できないから、たまりたまってくわけよ、オロみたいのがどんどん、そんでなんかあの病気になっちゃったりとかするの、でそれをさまた疲れたんだと思って、こうなんつうの、霊能者ジプシーみたいな感じでさ行っちゃうので、どうしたらいいんだって相談に来た時があったのね、で私その時はそんなに大人じゃなくて、高校生、中学生か高校生ぐらいの頃だったんだけど、あ中にいるんだと思って、なんか知んないんだけど自分にはそれを払う力があると思って、その人に手を当てて、本能的に分かってたわけですね、なんか分かって、それで手を当てて、でこう開けと思ったら、バッて開いて、でそれがブワーって出てきたのよ、それを蜂蜜の瓶に応用したわけですねそう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 、あそこできるものなんですね、できるね、なんかだから超能力じゃないと思うよ、まあ、それは超能力だと思いますよ、なんかわかんないけど科学で多分それ説明できないと思います、あとなんかね、なんか塚みたいなとこあるじゃん、ああいうところってやっぱりそういうの封じ込めてて気持ち悪くなってるところがあるの、そういうところは出してあげると結構さ拡散してスッキリする場合があるのよね、あなるほどね、そういうところはね、なんかね出して、すごいですねそれで、その開けつながりでもう一個の方があるんですけど、何何あのですね、まだあの今も蒲田に移転しちゃいましたけど、昔新宿にうちの事務所があった時に、先生がまあ仕事で来てて、でゴミを捨てに行こうって言ってゴミを捨てに行ったことがあったんです、一緒に、そしたらゴミ捨て場が、あのタッチパネル の, あ の, なんだあの暗証番号を入れないと開かないゴミ捨て場だったんですよ、ああそうだね、それが、番号を押しても全然開かないんですよ、で僕はあのド忘れしちゃったと思って、あれその番号をド忘れしちゃったって、心当たりの番号をあれこれ入れてみてもどうしても開かないんですよ、そしたら先生が横からちょっと貸せとか言って、ピッ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 ってパッと開けちゃったんですよだってほら急いでたじゃん、だから急いでたのは分かりますけどそんな私教えた覚えないのになぜ知ってるのかというか、だからその時になぜ分かったのかという、それはだから指に聞けばいいんじゃん、先生が自分の指に聞いたわけですね、そうだと思う、番号を押せって自分の指に言うとピッピッピッて、でその後でゴミを捨て終わって、出かけること、ことになって、郵便受けを見てたら郵便受けの中に、要するに、下のゴミ捨て場の暗証番号が変わりましたっていう紙が入ってたんですよ、そうなの、そうだから僕が分かんなかったのは、その時僕がド忘れだと思ったらそうじゃなくて、要するに変わってたから分かんなかったんですね、ね、自分がド忘れしたのか変わってたのを知らなかったのか分かんないの、だから心当たりの番号を入れてみても、だからあれ違ったっけとか、ほらゴミ結構僕あまりゴミまめに捨てる人じゃなかったんで、まあいいじゃん急いでたんだからさそれでだからその郵便受けにある紙を先生が多分こっそり見てたとか、そうでもない限り、超能力なわけですよ、見てたわけではないわけですもんね、多分、分かんないけど、だからあれなんか超能力じゃないかと、いや急いでたからほらとっさにね、そういうこともあるじゃん、まあ、ほら火事場のバカ力ってやつじゃないの、勘がさえてただけじゃない、いや4桁とあとアルファベット2つだから6桁ですよ、6桁の暗証番号を勘とかそういうあれじゃないと思う、ね、そうだね、ロト当たんないもんね全然私そうです次はですね、カッキーさんからメールが来たんですね、おありがとうございます、皆様こんにちは、音楽好きカッキーでございます、最近メールやリスナーが増えて盛り上がってきてますね、素晴らしい、本当素晴らしい、さてさて超能力の話、僕は思うのですが、空気の読めない人がおられて空気の読める人がおられたり、
人の仕草とか、うん、表情を見るだけでその人が何を考えているか大体分かる人がおられますよね、うんうん、分からない方はきっとなんでそれが分かるのかが不思議で認められなくて、うん、分かる人はなんで分からないかが分からない。超能力を持っている方というのはそういうようなことで、うん、きっと人よりアンテナというか、うん、そういうセンサー的なものがちょこっとたけているのではないかと思ったりしております、うん、前世が見えるとか、うん、投資ができるっていうのは相当高いレベルの話で、実はプチ超能力みたいなものを持っておられる方は非常に多いのかもしれないなと思ったりしております、うんうんうん、なんかおじいちゃんのことを思い出したと思ったら命日だったり、ああそうそうそうね、うんうん、そういうのもだからプチ超能力なんでしょうね、うんうん、あるあるある。絶対これは言えると思うんだけど、はい、全国のお母さん、はい、これは超能力働いてるよ絶対。子供のことってなんかピンとくるんだよね。そうそう、ね、全国のお母さんみんな超能力者だよね。カッキンさんのメールの続きを読みます、うん、そうそう、猫は人間の持っていないそういうセンサーかっこ人間にとっての超能力を持っているような気がします、うん、で余談ですが、うん、招き猫先生はいろんなことすごいわかるアンテナを持っておられる超能力者だと思うのですが、番組中時折空気が読めない瞬間が存在するのが人間っぽくて僕的にはとっても良い感じですかっこ失礼いたしました正直でいいよね空気を読む超能力は龍拳様の方が一枚上手なのかもしれませんね。それはないよ、まあ、私も結構空気読めないことで、うん、空気読めないよ、かなり有名ですので。すごい印象いい人になってんだね。いやいやいや、実際を知らないからだよ。まあまあ、私ら二人揃って空気読めないもんね。本当に読めないすごいですね、うん、読めない同士、読めない同士がね。だから映画なんかでも我々の映画の現場緊張感があるって言いましたね。ピリピリしてるもんね、なんか空気読めない同士で緊張感がありますよね。そうそう、うん、ね、ねえチンテテさんは相当お困りのようでね。次はですね、うん、カリメロさんの投稿ですね。ありがとうございます、カッキーさんに同意見です。なんだかワクワクしてきますってことですね。すごいね。あ、そっか、掲示板かなんかなのか。そっかそっか。でちょっと聞いていただきたいことが、うん、昨日のことなのですが、うん、レッスンの帰り電車に乗った瞬間、うん、あ、今日も終わった家に帰ったらなんて考えていたら母からメールが、うん、今まで寝ていたモモ（愛犬）がいきなり起き上がり玄関に向かって伏せをしてあなたの帰りを待つ準備を始めたわよって、うん、これも超能力の一種だと思いますか？うんうん、よくあるのです、うん、前に動物の気持ちがわかる方にモモ（愛犬）の写真を見せたら、うん、この子はあなたが駅に着くと気づくみたいねって話してくれました、うん、ってことは犬に超能力が、うん、招き猫さん、招き猫先生、龍拳さんどう思いますか？ちなみにモモはとっても頭が良い犬で人間として接している私と母ですってことですね、うん、犬はね、うん、あるよね、うん、なんかそういう超能力の実験って数多くほら歴史の中で行われてますよね、うん、なんかカップルとか親子とか、うん、そういうその親しい間柄の2人を用意して、うん、で送信側と受信側に分けて別々の部屋に入れるんですって、うん、それで片方が片方に思いを送るんですって、うん、で脳波を調べて片方が要するに思いを送った時の脳波とその直後の脳波を調べるみたいなことがあって、うん、やっぱり同じような波形を表示したみたいですよ。なんかね64ミリ秒遅れて受信側が同じ波形を示したらしいですね、うん、へー、これは何でしたっけ。さっき調べたんですけど、うんうん、うん、アメリカのカリフォルニア のノエティックサイエンス研究所のディーン・ラディンっていう研究者、怪しい名前じゃない？なんかビン・ラディンに似てますけど、ね、そういう能力、それをなんか実験して、うん、やっぱり波形があったので、うん、やっぱりそういう能力はあるとしか思えないっていう仮説を言ったらしいですね。ね、でもあれもそうなのかな、ええ、双子がさ、一人が歯が痛くなるともう一人も虫歯があるわけじゃないのに痛くなるとか言うじゃん、ね、そうそう、でもシンクロニシティなんでしょそれって。どうなんですかね。いやですね、うん、リアントさんの書き込みがありましたんで、ありがとうございます。つい数日前の書き込みですね。うん、新鮮だね、うん、こんにちは、こんにちは。最近運動にハマっているリアントです。そうだ、リャントさんのさ、すごいですよね。ね、腹筋何回、私も宣言しようかと思ったもん。腕立て何回、うん、あとスクワット何回って超能力というより、うん、言霊だと思うのですが、私の経験です、うん、
好きな人への思いを気持ちを込めて紙に書いてお守りのように持つと叶ったり、うん、冗談のつもりで言ったことが本当になってしまって焦ったり、これまでにたびたびありました、うん、前にもお話しした双子を産むという願いもそうです、うん、紙に書いたり言葉に出すと言葉が生きる感じがしました、うん、それに気がついてからは良くない状況になるようなことは冗談でも言わないようにしています、うんうん、言葉に命を入れるのは人間誰もができる能力の一種ではないでしょうか、うん、見えないけどきっと言霊ってあるんだと実感しています、うん、言葉の力ってすごいですねってことですね、うんうん、まあ言霊っていうのは簡単な超能力かもしれないですね、うん、そういうなんかあの不安な時に何度も何度も大丈夫って言ってると大丈夫な気がしてくるもんね、うん、うん、そうですよね、うん、自分で自分に超能力かけちゃってるんですね。そうね、うん、だ催眠術みたいなもん、催眠術もやっぱりその超能力の一種かもしれないですよね。そうね、言葉とかを使う場合はそうかもね、うん、うん、あれですよ、貞子のモデルになった、あ、貞子のお母さんのモデルだった、三船千鶴子さんっていう方ね、昔やりたいと思います、うん、あの人なんかも超能力で、あ、でね、催眠術で超能力に目覚めたんですよね。あのね、義理の兄、お兄さんが催眠術師だったんですよ、うん、催眠療法とかやってる人で、うん、でその人に君は催眠術、その超能力者の才能があるっていう暗示をかけられて、その気になってそれから能力を発揮し始めたって。え、じゃあ何、諸悪の根源はそいつだったの？だらしいですよ。え、何ってことしてくれたのって感じ。でもそうなんですか。え、だってさ、最後だってさ、自殺しちゃったじゃない。そうです、あの人ね、22歳で超能力目覚めて24歳で自殺しちゃったんですよね。ねえ、ひどい話だよね。先生から見て、うん、三船千鶴子さんって本物のそのそういう能力あったと思います？知らない。名前見て、ほら、この名前ですよ、三船千鶴子さんですね。うーん、投資はないと思うよ。投資はない、うん、うん、この人すごい勘のいい人ではあるのよ。あ、そうなんですか。でも投資とかそういうね、うん、あの福来教授がやった実験みたいのは、ね、そう、 ああいう力は本当はなかったんじゃないのかな。ないですかね、うん、例えば結婚してた時に、うん、夫の財布からなくなったそのお金を、うん、どこそこにあるって言い当てたりとか。まあまあそのぐらいはさ、割と誰でもできることじゃないの、うん、勘でやったんですかね。あと三井合名会社の依頼で炭鉱を発見して、うん、当時にして2000万円のお金もらったりとか、うん、なんかわかんないけどこの人はなんかそういう、うん、なんていうのかな、波動を感じるようなものってあるでしょ、うん、そういうのに関しての勘はいい人だと思うの。あ、なんかを見つけるとか。だけど数字を当てるとか字を当てるっていうのは波動がそこから出てこないじゃん。そうですよね、うん、なんかそこに紙が入ってるとかは分かるだろうし、うん、この箱の中身は何だって言われてみかんが入ってれば分かったかもしれないんだけど、うん、そういうのはできないんじゃないのかな。はあ。なんか人って向き不向きがあって、うん、やたらさ、ギャンブルの勘が冴えてる人とかさ、うん、いるじゃん。あと刑事さんも勘だし、うん、職業的な勘ってあるでしょ、うん、そういうのが長けてる人もいればさ、うん、そうじゃなくてなんか、うん、もうちょっと無機質なものに勘が冴える人とかいるじゃん、うんうん、そうですね、うん、なんかいろんなこう勘をね、うん、誰でも持ってると思うんだけど、たまたまこの人はそこにはなかった気がする。うん、うん、ただそういう無機質なもの、うん、体温を感じないようなものとか、うん、あと私鉱山とかわかるのよ。その山に行くとなんかさ、めまいがひどかったりとか、耳鳴りがひどかったりとか、なんか体に変調が起こるからわかるのね。鉱物ってちょっとずつなんかさ出してるじゃん、うん、はい、波動出してますよね。そうなのよ、うん、あれでわかるのね。だからか多分この人もそういう同じような顔を持った人なんだと思うんだけど。じゃあこの炭鉱を発見したみたいなのはあったのかもしれないね。うん、多分うん、山に行くと気分が悪くなる人とかさ、そういう人いるんじゃない、うん、特に気にしないからそうは思わなかったけどっていう人、うん、だからでもこうやって読んでみると、うん、要するに普通にその霊感のある人がよくあるような能力に見えるんですけどね、うん、だからそういう能力さえもなかったわけですね。わかんないけどね、うん、ただそこに書いてある図形を当てるとかっていうのは得意不得意があって、うん、なんかわかんないけど、うんうん、そういうのが得意な人もいるのよ、う
なんかね。でもこの人はそういうのはそんなに得意な方ではなかった気がする。でこう手に取らないとわからなかったみたいなん で、あ、それはわかるわかる。手に取らないでその当ててみろって言ったら全然当てられなかったんですけど、うん、例えばこう壺の中にその名刺を入れて、うん、壺の中にこうやって手を入れて名刺に触ってっていう時は当たったみたいですね。なんか私形見の時計とか持たされると、うん、あ、これ形見の時計だとかわかるから、うんうん、触るとね、うん、だから触るっていうのは確かになんかわかる、うん、触んないとわかんないっていうのもなんかわかる気がする、うんうん、そういうのをなんて言うんでしたっけ。わからないけどサイコメトリーって言うんですよね。そうなんだ。要するに物体に残る人の残留思念を読み取るっていうのをこうサイコメトリーって言うみたいですよね、うんうん、だから大体私古着屋とか行くとすごい気に入っても買わないものとかあったりするもん。特にあのサイコメトリーは液体に思念が残ることが多いとされているっていうふうに資料書いてあったんですけど。そうなの。どうなんでしょう。だから要するに例えばそういうのって例えば沼地だとか川とかそういうところで発揮されることが多いみたいなこと書いてあるんですよ。それはわからない。でも先生とか見てるとなんか別にそんな関係ないような感じもしますけどね。わかんない。気にしたことない。気にしたら関係あるのかな、うん、どうなんでしょうね。あ、でも確かにね、なんか湿気がこもってるお宅ってお邪魔するとなんかいることが多いね、うん、それは関係あるのかな。どうなんでしょうね。なんかっていうのは、うん、あの霊的なものというよりもなんか思いの残ったものっていうか、うん、なんだろう、妙なエネルギー体のような感じっていうの、うんうん、だからまあ関係あるのかもしんないけど、うん、まあ超能力っていうと、うん、まあ一般的にはそのテレパシーとスプーン曲げが一番メジャーに言われますよね。うん、うん、じゃあサイババのあれは違うの。サイババ何やるんでしたっけ。サイババってさ、なんかグニュグニュグニュってやってさ、なんか治療するんでしょ。ああ、はいはいはい、うん、要するにあのあれだよ、別にアフロヘアのあ、うん、爆発したのが超能力でとか言うわけじゃないよ。そうなんですけどね、うんうん、あれは超能力って言わないの。何がですか。サイババのはあれだから、それはもう科学で証明できない以上はそれも超能力ですよ。そうか、うん、まあ念動力の念力とか念動力のまあちょっと一種かもしれないですよね。うん、うん、要するにあのスプーン曲げとかもあれ念動力ってやつですね、うんうん、そういうのサイコキネスとかテレキネシスって言うんですね。私さ、一度見てみたいのがあるのよ。何でしょう。目の前で物が動くの。はいはいはい、ほらポルターガイストの映画とかでさ、で、ね、動くじゃない、はいはい、あれ一度見てみたいんだけど。できないですか先生。できないできない。できないか。うん、あ、そういえば例えばさ、はい、天井からつる振り子を吊るして、はい、そこにこう触らないけども手を当てていいんだったら、うん、動かすことぐらいはできるよ。手を当てるっていうのはその手をかざすってことですね。かざす、うん、触れないで、それはできる、うん、うん、できるできる。あ、なるほど。それはできるよ。あ、でも、うん、もしかしたらさ、興奮のあまり鼻息がこう動かすぞとか言って鼻息ホーンとかやってるのかもしれない、うん、でもまあそれは動かせるけども、うん、いくら頑張ってもさ、そこに置いてあるものは動かないでしょ、うん、で動かせる人がいるんだったらぜひともお会いして動くとこ見たい、うん、あ、イプシロンさんがサイババ、うん、自分の病気は治療できなかったようですね。ああ、そうね、まあ、そうですよね、うん、まあ結構あの自分のことに関してはその例えば占い師なんかも占えなかったりとかありますからね。うんうん、占い師のお客さんちょこちょこ来るもんね。ああ、そうですか、うん、あ、確かにそうやりましたね。うん、あるある。そういえば、うん、その物体動かすって言ったら、うん、あのスプーン曲げのその清田少年、うん、彼の子供時代の思い出で、うん、子供時代っていうのはもうとにかくその自分が超能力者だとかって全然知らなくって、うん、普通にそれ誰でもできるものだと思ってたみたいで、うん、例えば部屋を片付けようと思ってこうやって片付けると、うん、手を伸ばしたら遠くにあるものがスッと自分の手に寄ってきたりっていうのがあったみたいですよ。へー。でそれを友達が遊びに来てるところでやってて、友達もそれをちゃんと見てるんですって。で友達もやっぱほら子供だから不思議だとかそういうのあんまり思わなくて、ただそれを見てそういうものだと思って見ちゃってたらしくて、で後から考えると不思議だなって、ちゃんとそのマスコミがその清田少年の
その時の友達にちゃんと取材に行ってて、うん、確かに見たと言ってるらしいですね。うん、だけどその時は不思議だとか思わない、でも子供だからなんかそういうものだと思って見てるんだけど、うん、今から考えたらあれはそういえば超能力だったな、超能力だなって思うっていうふうには言ってるらしいですね。今ふっと話聞いてて思い出したんだけど、うん、私も実は子供の頃に、いやいやいや子供の頃ではあるけどもさ、普通に歩いてたのよ、はい、そしたらさなんかあっと思った瞬間に、なんかあっと思ってなんかしんないけど目つぶっちゃったの、はい、そしたらなんか、うん、何メートルも移動して前方に、うん、ガシャンと音がして振り向いたら、うん、どっかからマンションのどっかから落ちてきたっぽい植木鉢が割れて粉々になってたの、うんうん、あ、それは瞬間移動ですね、わかんないけど、テレポーテーションですね、でもなんかしんないけどとっさにハッと来てあっと思って、うん、はいはいはい、目つぶっちゃって次にあれと思って、うん、すぐ我に返って目を開けたのとそのガシャンと音がしたのがほぼ同時で、振り返ったら後ろに植木鉢が落っこってたってことが、何メートルぐらいですか、多分、まあ、子供の頃だから結構移動したように思えたけども、まあ今思えば2メートルとかそんなもんじゃないのかな、瞬間移動したわけですね、わかんない、へー、ただそういえばあのいたところとは違うところにいた三輪明宏さんが、うん、やっぱりそういう経験してますよね、あの小さい若い頃に、うん、戦争中だったのかな、うん、なんかミサイルかなんかが落ちて、うん、で爆風が吹き荒れて、でそたまたまその宮さんがいたその建物の窓ガラスが全部割れてバリーンってなって、その細かなガラスの破片がバーッとこう壁に一面に刺さっちゃうみたいな、うんうん、そんなような状況で自分にもにはその全くそのガラスが刺さなかったみたいな、ああでもね、うん、私の知り合いのおじいちゃんも子供の頃に聞いた話で、うんうん、なんか防空壕に向かって空襲警報が鳴ったから防空壕に向かってバーって友達と一緒に逃げたんだって、うん、その時に自分はなんか木の根っこみたいなところに引っかかってあって転んじゃったんだって、うんうん、でその瞬間に爆風が来て、うん、で友達の方はなんかいろんなのがもう刺さって重傷を負っちゃったんだって、うんうん、でも自分はすっ転んでたから何も負わなかったんだって、あそれは単にシンクロニシティというか転んだだけで、ね、だからその宮さんの場合は要するに自分の後ろの壁にもガラスが刺さってるわけですよ、だから自分の体をその突き抜けてったの、通り抜けてったとしか思えないような状況だった、うわそれもまあでもあの人なら何でもありそうだよね、そうあのオーラの泉で言ってたんですよね、ただあのちょっと記憶が僕曖昧なんで多分細かいところ全部違うと思いますけど、あそういえばね随分昔に友達が言ってたんだけど、うんうん、なんかバイクですっ転んでちょっと足の骨折っちゃった友達がいて、うん、行ったのねお見舞いに、うん、そしたら、うん、だいぶ前にその人がダンプに引かれたと思ったんだって、うん、その時に、うん、なんか上を確かにダンプが通ったはずなのに、うん、全然無傷で無事だったんだって、うん、ところがその時にね、ところがつのもあれだけどその時に声が聞こえて、うん、今回だけだぞっていうのそうですか、うん、でどうもあの何年か前に亡くなった、うん、ずっと可愛がってくれたおじいちゃんの声にそっくりだったらしいの、でおじいちゃんが守ってくれたんだと思ってその時はすごくありがたかったんだって、うん、でもやっぱりあの時だけだったって入院してたの、あ私もお見舞いに行って、ゲームみたいですよね、一機やられてあと一機みたいなわかんないけどね、そうですけどね、今回だけって言われたんなら気をつけてりゃいいのにね、なんか峠なんか攻めようなんて思うからさ、すっ転んでひどい怪我しちゃったらしくって、うん、そうですね、まあそういうのも火事場のバカ力に入るのかもしれないですね、どうなの、そうなのかな、でもなんかすごい聞き覚えのあるおじいちゃんの声だったって言ってたよ、うん、まあというわけでですね、うん、そろそろ時間も終わりになってきたんでコマーシャルに行きたいと思います、うん、はい、コマーシャル、はい、というわけで今日はですね、うん、超能力について話したんですけれども、うん、先生どうでした、なんかあれだね、うん、なんかさ、うん、あの聞いてる人が超能力について話してくれっていう内容からそれた気がしない、うん、まあそれは毎回のことですからいいのかな、というわけでですねメール読みたいと思います、ありがとうございます、これですね、うん、先週読み忘れたんですね、
忘れたの、うん、読み忘れてたんですよ。1個だけほら先生にうるさく言われて、なんか言ったっけ、読んだじゃないですか。あ、要するにさ、残りは次回、何うるさく言った、私が悪いの。いやいや、残りは次回って言ったの、言ってて、うん、先生に怒られてちゃんと全部読まなきゃって言われて、うん、そうだよ、読んだのところがですね、1個漏れたという、うん、これハンコさんですね。あ、ハンコさん、ハンコさんありがとうございます。すみませんでした。いつも楽しくラジオを聞かせていただいてます。ありがとうございます。前回はもう前々回になっちゃいましたけど、生放送を聞けて嬉しかったです、うん、かっこエンディングからでしたが私のアイコンを褒めていただきありがとうございます、うん、ダム好きなんです。このダム、おー、これかっこいいよね、うん、強い守りがある人はふぬけになったりするとすぐに悪い状況になるという言葉にハッとしました、うん、先日会社をずる休みして気分転換と思ってダラダラ過ごした後、うん、悪いことがありました。あら、根が、ま、怠け者なのでこれからはちゃんとしていきます。招き猫先生ありがとうございました。え、それ結びつけちゃっただけじゃないの。どうなんだろうね。前回テステスさん小野寺さんの運命の人のお話を聞いて思ったのですが、うん、運命の人というのは、うん、生まれた時から決まっているわけでなく徐々に見えてくるものなんですね。運命は切り開くという感じがして素敵に思いました、うん、ちなみに私の運命の人見えてたりしますでしょうか。ドキドキ。お顔を拝見すればその後ろにいるかどうかぐらいは ね、じゃあ写真こっそり送っていただければ、ね、うん、あのね、運命の人って、うん、生まれてから決まってる人もいるのよ、うん、うん、まあ、決まってる人もいれば決まってない人、そうそうそう、だから見えてくるっていうのはちゃんとその方向に進んでるってことなんですよね。いや、だから、うん、そうね、うん、元から見える人もいるしね、うん、うん、ただその、うん、そういう人っていうのはそれ以外のところが結構はちゃめちゃだったりとかね。それ以外っていうと、うん、だから運命の人に出会うためになんかいろんなことが起こったりとか、うん、あとは運命の人とは順調だったんだけども仕事の方がとか、あ、うん、なんかね、とにかく一本筋が通ってる部分っていうのは誰の人生にも一個ぐらいはあって、うん、ああ、そうですね、そう、たまたまそれがさ、うん、結婚相手だったりとか、うん、無理の親友との出会いだったりとか、うん、そういう運命の人とのね、一本通っててあとは割と自由だったりとかね。そうなのよ。だからもう例えばさ、この仕事をするために生まれてきたとかこの役割をするために生まれてきたみたいな人っていうのは、うん、人間関係がさ、こうもうなんつうの、雪吊りっぽくなってたりとかね、うん、なんかとにかく一本筋の通ってる部分が誰でもあって、でもそれが全然ない人もいるんじゃないですか、たまには。どうなんだろうね、ゼロ本みたいな人。まあでも大体多くの人は一本筋がっていうのは、まあ性格面とか考え方の面とか生き方の面に出てきてて、運命的なものにそれを感じる人は少ないね。うん、ハンコさんか、ありがとうございます。速攻で顔写真送ります。運命的な友人は会えてる気がします。うん、そうですね、そう、ハンコさんはね、運命的な友人っていうのはね、なんか悪友というかね、悪く言えば悪友なんだけどさ、うん、どこに送ってくれるんですかね。どこに送ってくれるんだろうね。クレセントムーンのメールアドレスだったらすぐに見れますよね。ああ、そうね、速攻でって後日じゃないの。やっぱさ、ほら、自分の写真をよりすぐるじゃない。よりすぐる、ね、よりすぐるじゃない。じゃあ、あの、送ったらここの書き込み書いてくださればね、うん、すぐに受信してみれますね。なんかね、お互いこう素直に相手を褒め合うような感じはないような人が、うん、あの、無理の親友というかね、うん、そういう人でいるような気がする。うん、これあの小野寺さんの書き込みですね。ヒトラーは超能力使ってたんですかってことですけど、そう、なんで小野寺さんそんなにヒトラー好きなんですか。ね、ヒトラー大好き。逆質問しちゃうよね、うん、何がそんなにヒトラーに魅力を感じるの。良くないです。あのちょびひげかな。ちょびひげっていうよりもなんかね、頭がいい天才だっていうわけですよ。え、そうなの。ヒトラーの部下たちが天才なんじゃないの。うん、単純に軍国主義の国をねやってたから戦争強かっただけの話で、それだってあのあれですよ、大金星って言ったらフランスを倒したぐらいですよね。あ、でもヒトラーのおかげでいろんなところがさ進化したんでしょ。進化じゃねえや、なんだっけ、だ発展したとか言うじゃん。そういうところにお金を使ってたからですよね。うん、うん、まあでもさ、必要悪だったんじゃないのかな。私は悪だと思ってるけど。いやいや、それを言ったらドイツでそれを言わない方がいいですよね。そうなんだ、うん、私多分ドイツ行けないもんね。うん、うん、あの次の
メール読みたいと思います。はい、さとりさんですね。さとりさん、ありがとうございます。こんにちは、さとりです。こんにちは。やべ、トイレ行きたくなってきたぞ。ごめんなさい。先生、トイレ行ってきますか。うん、行ってくる。ということで、先生、トイレに行ってきますんで、ごめんちゃい。しばらくお待ちいただければと思います。すみません。トイレ休憩を。すみません。というわけでですね、あ、手洗ってない。もういいです、先生。いっか先生、べちゃ。というわけで、うん、さとりさんのメール、最初から読みたいと思います。うんうん。こんにちは、さとりです。こんにちは。前回の放送で、での龍拳さんのアドバイスに従い、早速過去の2010年11月17日にアップロードされたおまじないについての回を聞きました。うん、私はニャハハカフェを今年4月から聞き出しました。うん、もちろん4月以降の収録のものは全ての回において最初から最後まで漏らさず聞いておりますが、うん、それ以前のものはとびとびにして自分の興味のあるテーマのものから聞きました。すでに過去の収録のほとんどを聞いていたつもりのはずが、この回だけが最初の10分しか聞いておらず、うん、肝心な願いの叶え方等については聞き漏らしておりました。うん、もっとこの回の早く聞いておけば金運や仕事上の運も上げることができたのにと考えてしまいました。そうなのかな。でもおまじないで重要なことは自己中心的な、自己中的な考えを捨てなければならないということも理解しました。うん、おまじないをするときは素直な心、ピュアな心でいるように心がけてみますということですね。うん、本当に困った時だけにしないとね。あ、おまじないはね、うん、もう奥の手みたいな。そう、だってさ、自分が気づかないだけですごい念の力が強い人とか結構多いんだよ。うん、あ、じゃあもう気がつかないうちにおまじないに近いものを、そうそう、気持ちの中だけしちゃってるみたいな。なんか、うん、なんかね、あの、なんていうの、引きの強い人っているのよ。ありますね。うん、なんかね、願ったことが叶いやすい人っているのよね。うん、そうするとやっぱりあれですか、そういうの無意識のうちに使っちゃったら、無意識とはいえやっぱり使っちゃってるわけですから、穴埋めみたいなのもやっぱあったりするんですかね。そうだね、だからなるべくそういう人はさ、人に対して悪い風に思わないようにとかね。ああ、そうですね。うん、まあ、なるべく人のためになることをするとかですね。うん、気づいたらそういう風にしないとね。そうですね、だからちょっと自分は運が良すぎるかなと思ったら、そういう能力を無意識に発揮してるかもしれないので、そうそうそう、なるべく人のため、世のため、人のためになるようなことをですね、心がけて。ただ結構ね、あるのがね、人を恨む気持ちが強いと、それが届きやすい人っていうのがいるのよ。あ、なるほどね。そうするとやっぱその返ってきちゃいますね。願いが叶うとかそういう風に出てないから、自分では気づかなかったりするんだけど、だいたい嫌いな人が転校したりとか、怪我したりとかいう経験の多い人は、もしかしたら自分もそうかもしれないとか、疑った方がいいかも。そうですね。うん。そうですね。うん。そうですね。うん、次はですね、うん、前回のフィンセント・ファン・ゴッホの回の感想がまたいくつかミクシーに、うん、ありがとうございます。かなんかん、あれだね、話が物足んねえぞとか。いえいえ、まずカリメロさんですね。うん、初めて途中からですけど生放送を聞くことができてとても楽しかったです。ありがとうございます。画像は北王子さんのお姿ばかりでしたけれど。いいじゃん。途中招き猫先生が後ろ姿が可愛らしく。そんな映ってたっけ。うん、あれなんで映っちゃったの。ちょっとこう映ったんですよ、ここ歩いてる。あ、そうだ、あの時もトイレに急いでなかった。私後ろ、そう、トイレに行った時も後ろ姿でカニ歩きしてトイレに向かって帰ってきたんですよね。うん、先生真っ赤な顔で笑ってますけれども、結構ツボ入ったみたいですね。かなり顔赤いですよ、先生。いや、ほら、電気イチゴにさ、出てきたさ、はい、やたらトイレ近い人と自分が被るんじゃないかなと思ったらおかしくて、はいはい、電気イチゴの、そんなのよく覚えてますね。覚えてるよ。電気イチゴっても誰もわからないんですけど。うん、まあね。カリメロさんのメールの続きですね。私のメッセージも読んでいただき光栄でした。ありがとうございました、というメールですね。次がですね、これアートヒロさんですね。うん、アートヒロさん、はい、ありがとうございます。こんにちは、フィンセント・ファン・ゴッホの回を聞かせていただきました。うん、ありがとうございます。またお便りも読んでいただきありがとうございました。今回は見れませんでしたが、タイミングがあった時にぜひとも映像付きの生放送を見てみたいと思います。すごい驚きの内容でしたね。もうそっと押しそうでしたよ。そうなんだ。ニャハーカフェさんの中身はいつも驚きの連続ですが、
今回のファン・ゴッホなためか10倍アップの衝撃です。衝撃度でした。確認のしようはありませんけれども、聞いていていろいろ納得するところがあり、ゴッホ氏を暴く歴史的大発見の場に居合わせているような気分になりました。うん、貴重なエピソードを聞かせていただき、どうもありがとうございます。北王子さん本2冊もね持ってきてくれてね、遠路はるばる先生 その霊感と北王子さんの推理でですね、うん、ただ私はねこの間も話したけども、うん、他殺説をずっと支持していたもんだから、うん、事故だったっていうのはちょっと自分でショックなんだけど自分でショックというね、うんうん、ただ事故っていうのもちょっと違うような気はするんだけどね、うん、なんか揉み合ってるような感じもするから、うん、うん、事故じゃなかったのかもしれないし分かんないけども、うん、そういえばこの間言わなかったんだけどさ、同じ女の人が絡んだ何かがあったような気がするんだよね。同じ何ですか？女の人、同じ女性を取り合った。いやそういうなんか感じともちょっと違うような気がするんだけど、あのモデルさんはいただきだみたいな、うん、モデルさんとかではなかったような、うん、なんかよくわかんないけど、うん、なんかあった。まあそれはゴッホのパート2で、うんうんだね、早くパート2をやりたいよ ね。北おじさんだってさ、ものすごいいろんなこと知ってそうだったもん、うん、もっといろいろね、掘り葉掘り。そうですね、だから今度は絵、ね、とかね、一つ一つにちょっと入っていくというようなですね、うんうん、あとですね、うん、新しくですね、にゃははのツイッターをアカウント取りまして、うん、いくつかの先生が今後のテーマを募集したらいくつか書き込みがありましたですね、うん、ありがとうございます、ご親切に。これも最初言いましたけど、巷に蔓延する偽科学についてはどうでしょうっていう。そう、レナさんの書き込みですね。私はてっきりそれで行こうと思っていたら、うん、なんか調べてないからダメだとか言って。いやじゃなくて、ほら一回募集したらほら投稿が来るじゃないですか、うん、投稿募集してからの方がいいのかなと思いまして、うん、おまじないを信じるのと似てる気がしますっていうことですけど、うんうんうん、確かにそうですね、うん、いいかもしれないですね、うん、あれもそうですか、トルマリンはマイナスイオン出すとか、ああいうのも偽科学の一種ですかね。出てはいるんじゃないの。いやでもこんなさ、体に良くなるほどではないっていうか、体にそんないい影響を与えるほどではないっていうじゃないですか。分かんないけど、私が持ってるのはちゃんと出てる気がするけど、うん、なんかトルマリン入りとか言って買ったやつから別に何にも感じなかったよ。あとですね、うん、リアントさんがいつか厄年のこと聞きたいです、うん、うん、私も聞きたい。猫先生なら何か見えてるのかも。見えてないって勝手に思ってなんか節分ひな祭りの会のように文化や行事の話を聞くのが好きです。うんうん、私もというよりにゃはは全部好きです。ありがとうございます。そうですね、だから時期に合わせて募集するのがいいですよね。あ、今クレセントムーンのメールに写真を送らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと受信してみたいと思います。ですね、あ、来てますね。早速、あ、一人だけピースしているのは私です。あ、こちらですね。よく見えないですね。美人ですね。この写真を撮った時にさ、うん、この写真の中に思い人がいたのでは？この写真を撮った時に、うん、古い写真ですが大丈夫でしょうかって。いつぐらいの写真なんですね。なんですかね、古い写真だと情報も古くなっちゃう場合があるんだよね。うん、思い人はいなかった気がって言ってます。気が、まあ、この時期にいたのかもしれないですね、うんうん、この時期にね、なんか、まあこの中にいた方と顔の輪郭が似てる方がぼんやりと後ろに見えてたのでそうかなと思ったんですけど、今はその人がいないような気がするので、なるべく新しい写真を送ってもらわないと運命の方が変わった可能性が、あ、運命の方が変わったと。うん、なるほどね。この時期ね、多分だけども、ね、人生でちょっと迷いとかどっち行こうかとかいう感じがあったんだと思うのね、はい、その選択でなんか変わっちゃった気がするの、その選択に伴って。なるほど、うん、どうなんですかね、わからないけど、ハンコさんは、うん、人との出会いで割と人生左右されたりするし、コロコロ変わるタイプですか？コロコロは変わらないの。
心ぐらいですね、うん、あと逆にあの人生を変えたければ人の付き合いを変えたらいいと思うし、あ、なるほどなるほど、そう、逆にそういう方法で人生を変えられるという方なんですね。あとは思い切ってあの選択を変えると人付き合いがまるっきり変わっちゃうっていう連動してる感じなのよね、うん、あ、新しい写真がないのでまた後日、その時期は初の失恋とかしましたりとか書いてる。ああ、うん、うん、入れ替わっちゃったね。あ、運命の人入れ替わったという。うん。多分その初の失恋が痛くて、うん、本当は次に控えてる人とかがそうだった場合もあるから。うん、あ、なるほどね。うん、なんかね、失恋の痛手で、うん、本当は次に控えてる人と結ばれるはずだったのが。うん、あまりにも痛みを引きずりすぎて次の人とはそのまま流れちゃってっていう人がたまにいるのよ、うん、あ、なるほどなるほど、そうなの、そうなの、私も経験ありますよ。その人に行きなさいって言っても、うん、そうもなれないじゃん、うん、気持ちが引きずっちゃってるとさ、うん、なんかそういう場合もねあるから、うん、なるほどね、うん、でもあの次がいらっしゃるってのはいいことですよね。うん、うん、いない気はしないもん、うん、ちゃんとね、あの、うん、一つ逃してもまた次があるという、うん、なんかねすごい身近にいるけど気がつかないような気がする、うん、ただちょっと時差ボケが私2年ぐらいあるから、ああ、なるほどね、2年前後でもう過ぎてるかもしれないし2年後かもしれないという、うん、うん、で出会ってるんだけど気づかないのか、うん、2年後2年以内に出会うんだけど気づかずにうっかりいちゃいそうという、うん、うん、あ、ハンコさんありがとうございました、いや嬉しい言葉をありがとうございますってことですね、うん、うん、まあ、あ、はい、あのハンコさんね、好きな人の前であまり、男みたいな素振りをしない方がいいと思います。あ、うん、男みたいな素振りって何なんですか、うん、なんか、こうなんていうの、気楽にしようとするのが、うん、こう男調になっちゃうっていうのかな、なんだろうな、うまく言えないな、なんて言ったらいいんだろう。写真見た感じはすごく女っぽい方に見えますよね。うん、なんかね、うん、なんだろう、こう男友達とかと付き合う時ってさ、どっちかと男調になるじゃない。女同士で喋ってる時と男の人と喋ってる時私違うからさ、うん、そんな感じなんだけど、うん、ハンコさんが思い当たりすぎてドキッとしちゃった、うん、あまり男調にならないようにちょっと、うん、好きな人の前だとますます、うん、でなんか同性の友達といるみたいと思われちゃったりするのよね。なるほど、好きな人なのに。だからちょっとその辺をね気をつけたらいいと思うんだけど、うん、チャンスを逃さない方法でね、うん、チャンスを逃さない方法で、なるほどね、なんかね照れ隠しなんだと思うんだけどね、あ、ありますね、それ、うん、そうそうそう、うん、あとですね、うん、あの神崎さん、あの三国志座談会の時に来ていただいた、はい、いつか写真をテーマに放送していただきたいですねっていうことですけど、あ、そうそう、あとですね、うん、あのメールの方でカリフォルニケーションさんからですね、お、ありがとうございます、守護霊様についての投稿が来ているので、うん、守護霊についてっていうのもそのうちやり、ちょっと近いうちやりたいですね。守護霊さんってさ、うん、どんな人どんな人って先生が見えるじゃないですか、いろんな人がいるわけでしょ守護霊さんにも、と思ってるけど、うん、あとですね、うん、私の実の母からですね、お母様、あの UFO についてのネタメールが来てるので、 UFO についてもやりたいですね。そう、龍のお母さん美人さんなんだよね、うん、なんかモデルさんみたい、妹さんも綺麗、なんでさ、うん、いやいいや先生何を言いたいですかいやいやいや、うん、まあ、そんな感じなんですけれども、うん、なんか話し忘れたこととかありますか。超能力の回だったよね、そういうのね。そう何話したんだけど、こう思っちゃった。そうだ、超能力私使いますって人誰も名乗り上げなかったね。うん、まあ結局先生の前に皆さん撃沈だったようですね。私超能力じゃないって。うん、本当の超能力は、あ、あれですよ。小野寺さんがナチスは UFO を製造していたんですか。ラーメンの？あ、違う、焼きそばかあれ。焼きそばの湯どうなんですか。してないんじゃないの。してないそうです。なんかでもね、それっぽいものを作ろうとはしてたと思うよ。あのレーダーで読めないような飛行物体を作ろうとはしてたと思う。それはあるでしょうね。ただなんかあのなんかね、
あの内輪もめみたいのがあった気がする。でなんかあと予算問題とかがあって、なんか、うん、なるほどね、うん、なんかよくわかんないんだけど、うん、どっかで起こってる争いみたいのを鎮圧するのに結構人手がいっちゃったりとか、なんかよくわかんないけどなんかあったっぽくて、フランスのレジスタンスとかわかんない歴史は全然わからないからわかんないけども、とにかくなんか、うん、あの内輪の事情で、うん、途上で終わってる気がする。うん、うん、まああの偉人じゃないですけど、まあ偉人シリーズみたいな感じでヒトラーについてそのうちやるとね、うん、ぜひとも小野寺さん来てもらう、小野寺先生に来てもらって、あ、そうだ、小野寺さんさ、うん、被災地の人なんだから写真とかバンバン載せたらいいのに、ビデオとか。いやでもこの間あの小野寺さんが撮影した地震のビデオが NHK で流れたそうですよ。うん、でもなんかあれっきりじゃない、あれっきり撮ったとかいうのがさ日記とかに上がってないじゃん、うん、私が見てないだけ。 YouTube に上がってますよ。そっか、 YouTube に上げてるから見てないのか、うん、そうですね。というわけでですね、うん、お相手は龍拳と招き猫でしたというわけでまた次回、さよなら。おやすみなさいませ。おやすみなさい。